どうも、小田です。今回なんですけども、新たに誕生いたしました、マイレージプラスセゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードの紹介をしようかと思っております。こちらのクレジットカードに関しては、2020年の8月25日から申し込み開始となっておりまして、マイレージプラスセゾンカード史上最大のマイル還元率 3% のですね、デビューキャンペーンというのもですね、実施、されておりますので、ぜひともね、入会の検討をしていただければなというふうに思っております。では早速なんですけども、こちらのカードについて詳細を話していきたいと思っております。で、まずですね、マイレージプラスなんですけども、こちらはですね、ユナイテッド航空が運営するマイレージプログラムとなっております。もちろんね、ユナイテッド航空の特典航空券にも交換することはできますけれども、同じスターアライアンスの ANA の特典航空券にも交換が可能となっております。またね、有効期限がないのが特徴となっておりまして、特にですね、私がお勧めするのが ANA の国内特典航空券に交換する方法なんですよね。またこれについてはちょっと後半でお伝えいたします。ユナイテッド航空に乗ってアメリカから日本に行く予定です。こんな感じでサンフランシスコのこのターミナルは本当にユナイテッド航空ボーイング777の-300 それでマイレージプラスセゾンカードなんですけれども、こちらはですね、クレディセゾンの中でも人気があったカードのシリーズでございます。ただですね、今までこうプラチナでアメリカンエクスプレス、だからアメックスですね、っていうのはなかったんですよね。まあ、それがですね、今回誕生したというものでございまして、やっぱりこう、プラチナならではの特典っていうのもございますし、アメックスならではの特典っていうのもあったりいたします。まあ、そこら辺もですね、ちょっと後で紹介しようかと思いますけれども、とりあえずは、やっぱりこう、年会費と還元率ですよね。それでね、先に言っておきますと、このクレジットカードの最大の特徴は、やっぱりこう、還元率は何と言ってもいいというものでございまして、まあ、年会費はね、55,000円税込みで、家族カードに関しては、9,900円税込みというもので、まあ、決してだから安くはございません。ただですね、還元率、こちらに関してはですね、まあ、1000円につき15マイルというレートになっております。だから 1.5% のマイル還元率ということで、まあ、これに関してはですね、まあ、他の航空系のクレジットカードもなかなかないようなですね、還元率となっておりまして、まあ、デビューキャンペーンが適用されればですね、なんとですね、1000円につき30マイルの 3% を還元してくれるというものとなっているんですよね。まあ、それでね、私実はですね、マイレージプラスセゾンカードはですね、こちらのですね、マイレージプラス、プラチナアメックスではないんですけども、他のカードっていうのを長らく愛用しております。まあ、それでですね、まあ、そのマイレージプラスセゾンカードの、まあ、いいなって思うところがですね、まあ、一回一回のこう買い物でですね、マイルを付与してくれるという計算の仕方ではなくて、一回の請求を合算してですね、そこからですね、こうマイルを付与するというですね、まあ、こう計算の仕方になるんで、そっちの方がたくさんマイルもらえるんですよね。そういったところのメリットかなというふうにね、思ったりもいたします。さらにですね、まあ、還元率だけじゃなくてですね、まあ、こちらやっぱりプラチナカードということもありまして、まあ、航空会社ならではのですね、特典っていうのもついてきます。それがですね、ユナイテッド航空、利用した時にですね、まずですね、まあ、ユナイテッドクラブ、こちらのですね、利用パスがですね、毎年、2枚付与されるというものでございまして、例えば日本だと成田空港にユナイテッドクラブはございます。で、まあ、ユナイテッド航空で例えばアメリカに行く場合とか、まあ、そういった時にエコノミークラスだと通常だとラウンジっていうのは使うことはできないんですけれども、まあ、この利用パスを持っておけば中に入ることができるというもので、実は私過去にですね、ユナイテッドクラブについてはですね、成田空港も入ったことあります。まあ、その時にはですね、まあ、お寿司をたくさんいただいたりとか、あとはこうね、長距離フライトの前だったんでシャワーを浴びさせていただいたりとか、まあ、そういったことも可能となっておりまして、ユナイテッドクラブのラウンジに来ました。ここでちょっと休憩ねしようかと思っております。ユナイテッドクラブのラウンジに、クラブのラウンジを見てるんですけど、こんな感じで枝豆とか寿司もあります。ユナイテッドクラブのシャワールームに来ましたんで、ここでねシャワー浴びたいと思います。それでこんな感じです。はい、あとですね、優先搭乗っていうのも、まあ、通常エコノミークラス、利用した時だとすることはできないんですけども、まあ、ユナイテッド航空を利用するときにですね、そういった優先搭乗っていうのもですね、このクレジットカードを持ってるだけですることが、まあ、可能となっておりまして、まあ、先に飛行機に入ることによって、他のお客さんが入るのをですね、座りながら待ったりとか、あとはこう荷物とかもね、自分のもう、
ね、座席の上に置けたりとか、そういったこともできますので、まあ、優先搭乗ができるのも大きいなというふうにね、思ったりもいたします。またね、こちらに関してはですね、まあ、コンシェルジュサービスもついておりまして、まあ、さすがやっぱりプラチナカードだなというふうに思ったりもするんですけども、私、過去にこう、ね、コンシェルジュサービスっていうのはですね、使った動画っていうのも何個かアップしましたけれども、例えばこう、なかなか普段行かないようなレストランをですね、コンシェルジュの方に紹介してもらって、それで予約したりとか、あとはまあこう世界一周航空券をですね、私コンシェルジュの方に相談して予約してもらったっていうですね、こともあったりしますけれども、まあそういったことをですね、まあ24時間365日電話番号がありますので相談することが可能となっております。まあ特にね、コンシェルジュサービスの中でいいなって思うのがですね、海外のまあレストランを予約するときですよね。もちろんね、自分でやり取りできればいいですけど、なかなかやっぱりまあ英語も難しかったりとか、まあ英語が通じない国とかもあったり しますからね。まあそういったときでも、まあ、コンシェルジュの方にまあ代行してもらって予約するっていうことも可能となっております。こちらのクレジットカードに関しては、残念ながら初年度はね、対象外にはなっちゃうんですけども、2年目以降に関してはですね、年会費の請求の2ヶ月後にですね、まあ、5000マイルをですね、まあ、付与してくれるということで、まあ、年会費に関しては5万5000円税込みで、安くはございませんけども、こういったのでですね、買い物以外でもですね、マイルをですね、まあ、付与してくれるというですね、特典もついております。またね、アメックスなどにはサービスを受けれるというふうに先ほど言いましたけれども、アメックスって定期的にお得な、まあ、キャンペーンというのを独自でやっているんですよね。例えば今であればショップスモールアメックスで 30% キャンペーンというものでございまして、これ何かと言いますと、アメックスが指定する店舗でですね、そのアメックスで支払いをすればですね、30% 最大5000円まで還元してくれるというですね、キャンペーンなんですけども、こういったことをで実施してたりとか、あとは格安航空会社のピーチですね、航空券を予約すると 20% キャッシュバックとか、まあそういったキャンペーンをですね、まあ常にやってたりしますので、の恩恵もですね、こちらのクレディセゾンのクレジットカードでも特典を受けることが可能となっております。はい、それではですね、いろいろですね、まあ、還元率とか、特典についてお話ししましたけれども、もうまあ非常にね、お得な入会キャンペーンというのもね、冒頭でもお伝えした通り、行っております。まずですね、マイレージプラスセゾンプラチナカード、こちらのですね、まあ、キャンペーンを今からですね、紹介していきます。これに関しては、まずですね、カードを申し込みされた方は、まあ、1万マイル、付与しますというもので、カードをですね、翌々月末までに60万円以上のショッピングの利用で、まあ、1万5000マイル付与しますというものと、あとは家族カードを申し込みして30万以上の買い物をですね、まあ、翌月末までにすればですね、5000マイル付与するというものもですね、ついておりまして、まあ、最後は、まあ、もともと付与される、まあ、9000マイルということで、だからボーナスで、ね、最大3万マイルまでもらえるというものとなっているんですね。ただこれちょっとね、これだけじゃないんですよね。これあくまでも、マイレージプラスセゾンプラチナカードの入会キャンペーンとなっておりまして、またね、これにですね、追加して、そのマイレージプラスプラチナアメックス限定のデビューキャンペーンというのがですね、実施されます。まあ、それがどういったものかと言いますと、ちょっと冒頭でもね、お伝えしたんですけれども、まあ、通常1000円の買い物につき15マイル付与されるクレジットカードではございますけれども、2020年の10月31日までに申し込みされた方限定でですね、2020年の12月31日までは1000円につき30マイル付与してくれるというですね、ものでございまして、特に上限マイル数っていうのもないので、カードのですね、まあ、限度額っていうところあるんですけども、その範囲内であればもう 3% で還元されると、年内のうちはですね、まあ、このようなキャンペーンをやっているというものでございます。これはですね、別に翌々月末とかまでとかそういったものではなくてですね、2020年の12月31日までのキャンペーンとなっておりますので、もう早く申し込めば申し込むほど、まあ、恩恵を受けれるというものとなっております。まあ、仮に合計60万円の買い物を3ヶ月以内にした場合ですと、まあ、2万5000マイルと、まあ、9000マイル、通常マイルですね。こちらが付与されて、さらに今回のデビューキャンペーンで、さらに9000マイルを別に獲得することができます。もうこれだけで4万3000マイル。それで、さらに家族カードもですね、申し込んだ場合だと別にですね、5000マイルももらえるということで、合計4万8000マイル獲得できちゃうというものでございます。いや、もうこれだけですね、もう一気に、マイレージプラスのマイルをですね、もう獲得できるというですね、もう非常に太っ腹なキャンペーンとなっております。まあ、それでじゃあね、マイル、まあね、たくさん、まあ、貯めれるのはいいですというふうなことをですね、思う方もいらっしゃると思いますけど、じゃあ、このマイル、どういったふうにですね、まあ、使うことができるんやっていうことなんですけども、先ほども言った通り、
個人的におすすめなのが ANA の特典航空券に交換する方法でございます。例えば先ほどですね、私羽田から伊丹までの片道航空券をですね検索してみたんですけれども、こちらちょっと今ね変動性を導入しておりまして、一概にこのマイルで交換できるっていうことをちょっと言うことができないんですけれども、私が見た限りだと5500マイルから6000マイルで交換することが可能でした。それでですね、マイレージプラスのいいところは有効期限がないっていうふうに言いましたけれども、それだけじゃなくて本人だけじゃなくて家族とか友達とかでも特典航空券っていうのはですね予約することが可能となっているんですよね。で、まあ、デビューキャンペーンをで一気にマイルを獲得すればですね、例えば8フライトとか、それぐらいをですねもう8回分のフライトをですねもう交換できちゃうというわけでございまして、これはもう本当にお得だなというふうに思ったりもいたします。またね、ユナイテッドマイレージプラスの場合っていうのは乗り継ぎがあった場合でも1回のフライトとして見てくれるんですよね。具体的に言いますと、例えば伊丹空港から静岡空港まで、直行便ないんですけれども、なのでどこか経由させる必要があるんですけれども、そういった場合でもですね5500マイルとかでですね出てきましたけれども、こういったふうにですね乗り継ぎがあったとしてももう1回分としてカウントしてくれるんですね。これも日系のマイレージプログラムではないようなですね対応となっていますね。なので飛行機乗るのがそもそも好きだとかですね、あとはどうしても行きたい目的地から直行便がないとか、そういった方にはですね、非常に有効なのかなっていうふうに思ったりもいたします。はい、ということで今回はですねマイレージプラスセゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードのご紹介でございました。今ね、こういった時期でございますので、なかなかね、海外に行くことは、難しいですけれども、今のうちにですね、有効期間がないですね、マイルをですね、効率的に貯めて、将来の旅行に備えるっていうのが、スマートなんじゃないかなというふうには、個人的には思ったりもいたしております。今回の動画ではなかなかちょっと理解することが難しかったっていうことはですね、私のブログにもですね、書いておりますので、ぜひともね、そちらをチェックしていただければと思っております。デビューキャンペーンに関しては、早く申し込めば申し込むほどお得な内容となっておりますので、ぜひこの機会にですね、申し込みしていただければなというふうに思っております。ということで、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。